2019年車屋ウォールドロクソ動画大賞、今年もですね、このクソチャンネルでクソ動画を配信してきましたけれども、なんと今年はですね120本この12万人近くいるチャンネルで120本月に10本というなんというクソチャンネルそんなクソチャンネルの中のクソをですね、決定する2019年クソ動画大賞発表していきたいと思います。クソ動画大賞第3位。第3位に選ばれたのは、10月9日に放送、失敗しないスプレーガンの選び方と種類。おめでとうございます。4954回の再生。おめでとうございます。見事クソ動画3位を獲得しました。このクソ動画はですね、失敗しないスプレーガンの選び方と種類ということで、かなりね、期待をして、どうですか、このおっさんのイキった顔。ドヤ顔してこのサムネを撮ったにもかかわらず、見事3位を獲得。おめでとうございます。続いて第2位。第2位に選ばれたのはこちら。初心者が失敗しないバイクのオールペン。なぜバイクのオールペンは難しいのか。これは車のチャンネルでバイクのね、動画を上げたんで、見事に第2位獲得ですね。4445回惜しい !4444 じゃないっていう。見事ですね。まあ、車のチャンネルでバイクのネタを出すとこうなるという、大事故を起こした、素晴らしい動画でございます。このクソ動画ですね。6月30日、第2位です。おめでとうございます。そして、第1位は、2019年車屋ボールドクソ動画大賞第1位12月8日放送再生数4161回塗装で固まったスプレーガンをアホみたいに必死に磨いてみた。おめでとうございます。見事大賞を取りました、この動画にはですね、漏れなく何のプレゼントもありませんがこの再生数ですね。このクソみたいな再生数ですが、本当にね、この12万人近いチャンネルの中で4161回というとんでもない数字を叩き出したこの動画にですね、2019年クソ動画大賞をあげたいと思います。やりました。おめでとうございます。さすがクソチャンネルですね。12万人近いのにこの再生数を叩き出す。素晴らしい。そしてですね、このチャンネルライブが多いんですけれども、おまけでこのクソライブ大賞というのを決めていきたいと思います。まあ、ライブはもともとね、再生数少ないんですけれども、少ないのにやるなっていう話なんですが、あえてやります。2019年クソライブ大賞は、1位、3207回、本と LINE スタンプの発売記念ライブ、おめでとうございます。見事、クソライブ、獲得したんですけれども、惜しくもですね、惜しくもその前に放送された、車のゲーム雑談、見事に、2位を獲得しましたけれども、惜しいですね、3501回の再生。こちらも見事にクソっぷりを発揮してますけれども、残念ながら2位です。来年頑張っていただきたいと思います。最後にですね、車屋ボールド。2019年優秀賞を発表していきたいと思います。まあ一番ね、再生されたベスト3ですね、を発表したいと思います。第3位。2月27日放送。9834回。最近の新車は何年乗れますか？第3位おめでとうございます。やりました。このチャンネルですね、まだまだね、見てもらえるものはあるというのを探り探りやっていたんですけども、整備がなくなっても9万8000回再生されてます。ありがとうございます。そして、第2位。3月7日放送。マッドガードはなぜ消えた？ 16万5446回おめでとうございます。第2位。やりました。こちらはですね、ちょっと面白いネタだなとは思ったんですけれども、見事16万回再生やりました。このチャンネル登録数を超える再生数。まあ、よかったらチャンネル登録もしといてください。ありがとうございます。そしてですね、優秀賞今年の2019年車屋ボールド優秀賞を飾ったのは、8月28日放送233,269 回再生のなんでエンジンオイルは汚れるの？今更聞かないエンジンオイルの嘘と本当。やりました。おめでとうございます。見事ですね、23万とてつもない数字を叩き出してくれました。本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録もしてねしかし今年はですね、まだまだ、再生が伸びるんじゃないかという期待していた動画がことごとく滑るということをですね、やりまくってきたんですけれども、それでもなんとかここまでやってこれました。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。2020年もこんな感じでクソ動画クソライブ頑張っていきたいと思います。本当に1年ありがとうございました。そしてノミネートされた動画は全部動画説明欄の方に貼っておきますので、よかったらクソ動画大賞も見てあげてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。